サウジアラビアで開かれていた G20 20の国と地域による財務省中央銀行総裁会議は23日、新型肺炎を含む世界的なリスクへの監視を強化するとした共同声明を採択して閉幕しました。その上でリスクに引き続き対処し、さらなる行動を取る用意があると強調しました。ただ中国の閣僚などは会議を欠席したため、具体的な対応策を議論するには限界があったとみられます。